災害時、緊急時に驚異の浄水能力を発揮するこのアメリカセイシル製の高性能携帯ボトル浄水器をご紹介します。災害時、緊急時に最も大切なものは有害物質を除去した安全な飲み水の確保です。まずは実験をご覧ください。きれいな水をセイシェルのボトルに入れます。そしてなんと驚かないでください。この中に土を入れちゃいます。入りましたね。こんなに汚れてます。さてこの水をコップに注ぐと、きれいになってますね。では飲んでみます。うん、うまい。このようにセイシェルの携帯ボトル浄水器は災害時、緊急時にさまざまな状況で安全な水を確保することができるのです。この驚異の浄水能力の秘密はこのフィルターにあるんです。この小さなフィルターが有害物質を除去して、なんとペットボトル760本分の安全でおいしい水に変えることができるのです。人体に有害な物質のほとんどを除去するセイシェルテクノロジー、その秘密はこのフィルターのイオン吸着マイクロフィルタレーション4段階システムです。まずマイクロフィルタレーションにより病原性原虫や細菌類は高性能フィルターでろ過されます。その後天然ココナッツヤシの活性炭から作られた特殊カーボンが悪臭やまずい味の元になる匂いを吸収します。そして特殊イオン化した本体が電気的な引力により農薬や重金属などの有害化学物質を吸着してしまい、その吸着したものを再び流出しないように化学的に固着させるのです。ただしミネラルはプラスイオンになりやすく通過していきます。つまりセイシェルのこの小さなフィルターは悪臭、カルキ臭、塩素のみならずジアルディア、クリプトスポリジウムなどの微生物、トリハロメタン、工場廃棄物、農業薬品などからの化学薬品も除去、しかも水銀、溶解塩、カドミウム、放射線物質ラドン222などの重金属までも除去するのです。セイシェルのフィルターは世界各国で数多くの厳しいテストを受け、イギリス政府によるテストではあの世界同時テロで世界を震撼させた炭疽菌をなんと 99.9995% 除去したという結果が認められています。現在国際赤十字、米国海兵隊、米国沿岸警備隊、米国警察レスキュー隊、ギリシャ特殊軍隊、イギリス海軍、国際サバイバル指導員協会などが正式採用しています。世界が認めたこのセイシェルの高性能携帯ボトル浄水器があれば、公共の場所の水も安全でおいしく飲めます。また川の水も、お風呂や水槽の水も、
いつでもどこでも簡単に安心の水を飲むことができます。おいしい？おいしい。がんの発症や流産の危険など体に悪い影響を与えると言われている水道水の残留塩素をセイシェルがいかにきれいに取り除くか、東京都心のマンションの水道水で実験してみました。マンションの水道水のピンク色はだいたい 0.4 から 1ppm の間です。それでは同じ水道水をセイシェルの浄水フィルターを通して実験してみます。ヨーロッパの水道水の残留塩素濃度の基準はだいたい 0.2ppm 以下、日本の水道事業による快適項目の目標値は 1ppm 程度、厚生労働省発表のおいしい水の基準は 0.4ppm 以下です。世界から大きく遅れている甘い基準です。実験ではセイシェルの浄水フィルターを通した同じ水道水はこのように 0.1ppm 以下の無色透明になりました。セイシェル浄水フィルターが革命的な浄水能力を持ち、皆様に安全な水を安心して飲んでいただくことのできる何よりの証明です。驚異の浄水能力を発揮するセイシェルの高性能携帯ボトル浄水器、一家に一本、職場に一本、車の中に一本、防災のみならず飲み水の不安な海外旅行やアウトドア、またスポーツや美容と健康にもご活用ください。